じゃあ荒垣様、写真をお選びになって今日はお疲れ様です。うん、大丈夫ですよ。いかがでしたか、お祝い。はい、お祝いの感じはどんなでした。どんなでした。良かったんじゃない。ありがとうございます。さっきちらっとエピソードとかもしあればお話をお聞かせいただけますか。エピソードあるか。エピソードいろいろやってきたじいさんだから、うん、うまくしてエピソード、まあね、みんなバラバラになってたのがこのお祝いで、うん、それか、ね、うん、まとまってる、まとまってきたっていう、うん、なかなか皆さんお忙しいから集まる機会自体貴重ですもんね。その分は良かったかなと。そうですね、うん、いい機会、うん、本当はもう2年ぐらい遅れてるんですけど、うんうんうん、やってよかったなと思って。やっぱね、またただのお食事会じゃなくて本当にちゃんとした年日なさったので、ご本人だけじゃなくてね、ご親族にとってもよかったですね。じいさんが相当喜んで涙流して、うん、本当にね、お写真もいい笑顔ですもんね、うん、今お選びいただいたように本当にもう優しい笑顔が素敵です。カラオケもよかったです。ああ、そうです、大好きなんですよ。ああ、そっかそっか、うん、歌って最後のほうで涙もうボロボロ流して。ああ、よかった。そうですね、まあカラオケも歌いながらね、ずっとひな壇に座ってるわけじゃないですからね、楽しまれてよかったですね。ありがとうございます。はい、じゃあまたのお祝いお待ちしてます。ありがとうございました。どうも失礼いたします、はい。